よかった。団長は無事だね。それが、星屑の町の子たちのいたずらで、カトルが伸びちゃって。みんな、大人顔負けの技術と度胸があるから、本気を出すとすごいんだ。今日を楽しみにして、たくさん準備をしてたみたいだから、ダメとも言いづらいし。できる限り、私が相手をするしかないよね。行ってくる。帰りが遅くても心配しないで。え？一緒に来てくれるの？ありがとう、団長。十分気をつけていこう。ハッピーハロウィン。星屑の町の子供たち、今日は仕事も訓練もそっちのけだよ。どんないたずらが来るかわからない。君も気をつけて。